石亀氏は三古南部氏の所属。初代は三古南部二十二代総領、南部正康の四男、石亀信房である。三古地方、石亀村を領有した。小塚田城城代として南方の柴氏に備えた。信房の後は、着南、正頼が次南部藩主として二百五十国を治療した。 政頼の着男、直則の第には400国となって過労を務めた。直則の後は、着男、定時が死去していたため、定時の子、政直へ着孫継承されたが、政直は、明歴3年に罪を得て、加盟断絶処分となり本家は断絶した。政直の弟、正勝は分家しており50国を治療し、子孫が加増され200国となって幕末に至っている。また、 定時の弟の能形、正治、正房は分家した。能形の家は二代で断絶したが、残りに矢は幕末まで続いた。また、正治の娘の子、正治は、藩主南部行進の娘、高原院付の老女となった母の名跡を継いで、石亀氏を称した。信房の次子,子、吉金は奈良山氏の祖となった。子孫には、幕末の奈良山佐渡がいる。吉金の孫、 むねの弟で分家した高明の家は、慶応年間に至って、石亀に服している。上記の石亀氏一族との関係は不明だが、同じ石亀村を発祥とする石亀家がある。石亀正明、泉山康康の兄弟を外する家である。この兄弟の出自は不明とされるが、石亀の部署の諸子であった可能性も否定できない。正明の次男であり、 高朝の養子となった、泉山小安氏の娘は、南部の直室をの自称院で、南部年直の母である。その縁により、南部の直、ナを、年な体制下では、小安氏は過労に抜擢され、反省に携わるようになっている。石亀信夫佐。正より奈良山義金奈良山義春。直則。定時の大方正次正夫佐。正直正勝正氏女子。 はるしげ、ね、ありがとうございます。